今日は菊池方面に桜の開花状況の確認に来たぜ。まずはここ、熊本県菊池市にある、甲子公園からだ。おお、咲いてるね。周りも見てみよう。満開なんじゃない？全部開花しているね。綺麗だね。こっちの桜並木も全部開花しているね。ずっと桜が続いているね。判定は？甲子公園は、満開だ。では次行ってみよう。菊池神社にやってきたぜ。ここもたくさん桜の木があるね。菊池神社の参道の桜並木だ。とりあえず奥まで行ってみる。ずっと奥まで続いているね。入り口にある一の鳥居から、この先にある二の鳥居まで、200メートル続く参道の両脇を、満開の桜が埋め尽くしているよ。それはすごいね。バイクで行けるのはここまでみたい。バイクを降りて歩いてみよう。上には提灯も並んでいるね。多分夜になると、提灯に明かりが灯されて、夜桜見物ができるんだろうね。そしてなんといっても、参道に敷かれた赤い絨毯が、すごくいい雰囲気だね。ほんとだね。赤い絨毯が敷いてあるね。そろそろ二の鳥居が近づいてきたよ。とりあえず鳥居のところまで行ってみるよ。石段を登って、鳥居の下までやってきたから、戻るとするか。この景色いいね。桜と提灯と赤い絨毯が、まっすぐに伸びてる。そんなに気に入ったなら、静止画も載せておくよ。いい感じだよ。桜とバイクとのコラボも載せておくよ。荷物満載だね。この後キャンプに行くからね。そろそろ出発だ。しかしこの参道の桜並木、本当に長く続いているね。バイクだとすぐだけど、歩いたら結構な距離だろうね。舞い散ってくる花びらも綺麗だね。花見客で駐車場も満杯だね。天気も良くて、お花見日和だもんね。桜の見頃は短いからね。今週が一番の見頃だと思うよ。ここの山の斜面も桜がたくさんだね。この辺り一帯、菊池神社から菊池公園まで、熊本県でも屈指の桜の名所で、3000本の桜が見れるよ。ここの景観も素晴らしいね。上りコーナーの道路脇にも、たくさんの桜が咲いているよ。いい景色だね。そしてポカポカ陽気。そして緩やかに続く上りカーブ。最高のバイク日和だぜ。ここの駐車場も満杯だね。多分この辺り一体、どこの駐車場も満杯だと思うよ。右側の駐車場も満杯みたいだしね。バイクで来ててよかったぜ。次は菊池公園だ。さっきの菊池神社から、この菊池公園までの一帯が、桜の名所なんだ。でも満車って書いてあるよ。満車ってなってるけど、バイクは入れるみたいだ。本当にバイクでよかったね。よかったよかった。バイクだと狭いスペースでも止めれるから、車が満車でも入れてくれる場合が多いんだ。車だと駐車場が空くまで、だいぶ待つことになるもんね。駐車場で待たされるのは辛いもんね。とりあえず一番奥まで行ってみよう。
ここも満開みたいだね。そうだね。では菊池神社と、菊池公園の判定は？もちろん両方とも、満開だ。結果はわかってたけどね。なら聞くな。一応イベントとして。お次は大分県日田市の、萩尾公園だ。大分県までやってきたんだ。今日はここでキャンプして、夜桜を独り占めするよ。それはいいね。桜の花びらの隙間から、お月様が覗いているよ。風流だね。照明の明かりに映し出された。桜の花も風流だぜ。いい感じだね。おはよう。おはよう。早朝の桜を見に行こう。見に行こう。これが早朝の桜だ。まだ花見客が誰も来ていないから。萩尾公園の桜を独り占めだ。ここの桜も有名なの？菊池神社ほどではないけど、445本の桜が出迎えてくれる、桜の名所らしいよ。445本って微妙だね。そろそろ出発だ。それではここ萩尾公園の判定は？ここも満開だ。ということは、熊本県の菊池市から大分県の日田市あたりは、今が満開で見頃ってことだね。見ての通り、今が一番の見頃だね。いい時に来たね。そうなんだ。先週行った水上村の市草ダムは、もう散り始めてるらしいから、本当に桜の季節は短いよ。それだけに見れた時の感動は大きいね。大きいよ。そしてソメイヨシノだけでなく、芝桜も見頃だったよ。芝桜も綺麗だね。白とピンクのコントラストもいいね。ではこの辺で。またね。またねー。